夫5世は、14世紀のバイエルン公、ブランデンブルク先帝公、新生ローマ皇帝ルートビヒ4世とエノーハク、ホラントク、ゼーラントク相続人、マルガレーペの伐士。ルートビヒ5世、シュテファン2世の異母帝、ルートビヒ6世、ビルヘルム1世、アルブレヒト1世の同母帝である。1347年に、父が没死、1349年にその医療を、 分割した際、上バイエルンは、ルートビヒ5世、ルートビヒ6世、オットー5世が、下バイエルンは、ステファン2世、ビルヘルム1世、アルブレヒト1世がそれぞれ共同統治することに決定した。オットー5世は、まだ幼かったため、1360年まで、ネーデルラントでドーボアにルートビヒ6世の貢献を受けた。1351年、 ルートビヒ6世と共にウェバイエルンをイボアニのルートビヒ5世に譲渡した。1365年、ルートビヒ6世が子供のないまま亡くなったため、ブランデンブルク戦帝考領を継いだ。翌1366年に新生ローマ、皇帝カール4世の娘で、オーストリア大公アルドルフ4世の未亡人カタリーナと結婚した。この結婚に先立ち、 ルートビヒロクとカール4世の間で兄弟に子供がなかったらルクセンブルク家にブランデンブルクを譲渡すると決められていた。しかしカール4世は1371年にブランデンブルクに侵攻し1373年に多額の賠償金を夫を5世に支払って自身の長男ベンツェルにブランデンブルクを譲渡させた。夫五世はバイエルンに引退し 以後は選定権を保持したままシュテファン2世及び3人の老いたちの名目上の共同統治者としてランツフートで余生を過ごした。1379年に死去した。カタリーナとの間に子供はなかった。ありがとうございます。